指すところは癖になるスパイスで、野菜とスパイスのみで作ったカレーです。ガラムマサラから自家製で作っておりまして、クミン、カルダモン、フェンネル、コリアンダー、クローブなどを混ぜ合わせて毎朝仕込んでおります。スパイスの香りで一口食べると食欲がどんどん増していくようなカレーでございます。普段カレールーには小麦粉だとか動物性の脂肪分とかいうのが入ってるんですけれども、野菜とスパイスのみですのであっさりと、若干このカレーより辛めには仕上げているんですけれども、やればやるほど奥が深いなというような食材で、これを広めていきたいなと思っております。